天才ピアニストの深夜おでん。でんどうもみなさんこんばんは。こんばんは。んんは天才ピアニストの竹内です。マスです。いやあの昨日ねそうあちょっとあのあ助手さん看護助手さんとかね看護士さんがん看護師は一体何をしてるんだと。 何してるんだというかうまあそのタラちゃんの施設では看護師が、うん、たもう看護師免許があるからできるっていうやつだけやって、うん、あとは全部介護士がやれというような雰囲気と、はい、だから体力系でしょ主にね多分体力系は全部助手さんや介護士さんにお任せして医療技術だけ看護師がパパッとやって,やってあとはパソコンだけ触って。うん っていうことでしょでパパッと変えるとおしゃべりしてたりうんうんそれほんまにねよくないと思うんですけど私私が働いてた病院はほんまにそういうの昨日もちょっと言ったと思うんですけどそういうのなくってそのちょっとした環境整備とかおむつ交換とか食事介助とかそういうまあ資格がなくてもできるお仕事の中で患者さんの異変というかちょっとした変化を見つけましょうというかねあ なるほどっていうのが目的っていうのをその明確にそうだよって言われてるわけじゃないけど、ええ、なんかまあまあ随所随所に言われる感じやねんけどそれは例えばどういうことなの例えば、うん、えっとまあおむつ交換もね全部女子さんとか介護士さんにお任せしてたら、はい、寝たきりの患者さんの。 お尻にできた褥瘡とかも見つけられへんわけやし。褥瘡、うん、っていうのは。えっと床ずれ。床ずれ、<え>ああ、だからずっと同じ位置が当たっててってことね。そう,そう圧迫されて、うんうん、そこが壊死すてようになって。そう、血流悪く壊死、うん、しちゃって、皮めくれてとか、ひどい人やったらもう骨まで見えちゃう人とかもいてたりとか。<ー>で、まあ、ちょっとした傷を見つけれたりとかね、まあ。便の正常とかも見れたりもするし。 それでちょっとした変化も見れるしそういった環境整備とかなんてうん、うん、本当に女子さんだけでい,いっちゃいい作業なんですよ。お掃えっとねお掃除こ床とかの掃除は業者さんが入ってる病院施設が多いんねんけど環境整備って言ってね例えば左麻痺の人がはい、はい、左麻痺がある患者さんやったらどこに物を置いてあげたら生活しやすいかな、うん、あとかなるほどこっちに麻痺があるのやったらこっちに柵をつけてあげてとか。ななるほどなるほほどど そううここに物があったらここにゴミ箱置いてたらつまずいてこけやすいよねとかっていうのも患者さんの病気と置いてる物品とかの配置を見てより生活しやすいようにしてあげるっていうのも看護師の援助技術の一つやからそれをフルでお任せしちゃうと言っ女子さんとかはある程度病状を知ってる人もいてるけど全く知らん人もいてるんやどな。るほど はい,はい,はい、はい、看護師は絶対知ってるわけやから担当してたらねそう、うん、それを生かせるわけよそういうのをちゃんとやってたらはい、はい、看護整備頭に入ってる情報とそう、うん、実際を見て、うん、そうでシーツ交換とかも正直助手さんとかだけでいけんねんけど、うん、私が働いてた病院は絶対に看護師と 助手さんとなんやったら市長さんとか、うん、主任さんとかも一緒にね<ー>必ず全員で回るっていう時間があってどうしてもね、うん、入院とかバーって来てたりとか急変あったりとかしてたら、うん、その受け持ちさんだけは、まあ、かあの仕事別の仕事して,してんねんけど、はい、基本的には全員で一緒に脂質交換回り始めて、うん、ナースもね、うん、でね。 シーツ交換しながら患者さんと喋ったりしてコミュニケーションを図るみたいななるほどだからあれですかねその病院よりも介護施設の方がそういう節があるのかなちょっと確かにそういうのあるのかもしらんね<え>で看護師がこう偉いんだというような感じなんかなあるかもしれんね介護施設、えー、そうかだから介護施設だと医療技術ができる人が重宝されちゃうんかな多分なるほどね病院やったら 医療技術できて当たり前の人たちがたくさんいてるから、まあ、そうかそうかそうかそそれが重宝されちゃってなんかそのね看護師様みたいになってなるほど、ね、働いてる人も選ぶっちゃってる人も、ね、いてんのかなっていう可能性あるんでカラちゃんとかそうなんかもね、うん、でも看護助手さんもたまにコメントくださって、はい、でそのいい病院はね看護助手さんの、うん、例えば看護助手さんの方ができること、うん、知ってることとかあるっていうところ分かって。うん ちゃんと一緒に仕事してる看護師もおるけど、はい、なんかそれを分かってない助手を雑にしたり、うん、無視したりとかそういうコメントあってさっっそんなあんねやと思って<ー>助手さんも苦労してるんやと思ってねもう助手さんおらんかったら回らんしもちろんなん,、ねうん、なんかスーパー看護助手さんもいたよねあなた病院にね <laughs> そうそうもう1年目の看護師より全然仕事できるというかなん,うん、うん、やったらその。 病状とか、めっちゃ詳しく、言ってくれるというか。もう,う怖いわよ、それ。か、<laughs> 新人からしたら、怖いわ、もう、そうやと。やね、<laughs> 詳しすぎて。ぐらい、しっかりして、助産もい見てるぐらいです。からなるほどね。ね、まあ、そういう施設とか、いまいち、その、しっかり、私も。情報ないから、言えへんけど。えー、ね、そういう、お手伝いしてくれる方、おっての、うん、初めて看護師の仕事が回るわけやから。そうやな。なんかもっとね。その、なんていうんかな。 その手伝ってもらうにしても一言何かかけるとか一緒の勤務時間なんやったら助手さんが仕事残ってんのやったら何かしましょうかって言ってたけどな病院と師、だから、うん、そうですねこの環境は普通じゃないってことですもんねタラ、ね、ちゃんが言ってる環境は良、うん、くないからどうなんですかねタラちゃん側から看護師さんに言ったら。 は,はってなるんですかねそうやな今のこの状況やったら言いにくいわな剣あると思うな<ー>難しいんですねなかなかでもうんその状況はよくないよくないっていうかタラ、はい、ちゃんが苦労してるのはもう最もだということですねそうですもうこれはよくないなんじゃおえと思っていいと思いますう,っていうことですねはい,いやーでも応援しておりますのでねはい ぜひね、うんはい、あの、別に転職生とか、どっかの病院行けっていうわけじゃないですけど。<laughs> うんうん、いい環境で働けることを願っております。いやそうですね、はい、応援しております。うん、さあ、そして、えー、いつもね、我々ファンの方のことを天才ピアニスコちゃんと呼んでおりますが。が、はい、ピ,ピアニスミちゃんからね。ニスミちゃん。うん、やっぱり、ね、はいはい、美しい。 <laughs> <お>前ピアニスミちゃんからんはい武井さん真澄さんこんばんは、はい、毎晩疲れた頭と体を癒していただいてありがとうございます、うん、大好きです突然ですが私は最近めっちゃ失礼なこと言われました、うん、私ねは同じ専門分野で仕事をしてる弟がいて、うん、技術や仕事内容はお互い認め合う関係ですはい、はい、だからあれやな私らから言ったらさ、うん、お姉ちゃんが。 女芸人とか<わ>弟がお芸人とかってことやんなですが最近私と知り合った人に弟さんがいろいろとご活躍されて優秀だからお姉ちゃんもこれまでいろいろと辛い思いされてきたでしょうと言われました、うん、そのように感じたことはないですけどと流しましたがものすごく腹が立ちました「うん、お二人はご兄弟いますか?」また兄弟で比べられたりした経験はありますか、うん、なんだか愚痴みたいなお便りつづってしまってすぐそれ言うてくるやつそれ言うてくるやつな価値観ひねくれてますけどね いや何にも人の気持ち考えてないなそんなん言われて嬉しいと思うわけないもんね、うん、ないないないだからあれですよねだから兄弟が芸人でおって芸、はあ、その弟の方が売れてるとかそういうことですよねいや活躍されてるね、はあ、それに比べてあなたはどうなのっていうのが言うてないけど言うてるようなもんやなそういうことやんなだって弟さんが活躍されて優秀だからお姉さんもこれまでいろいろと辛い思いされてきたでしょだる,る なないこれだこれさ言うとしてもさめ口を。弟さん優秀やから鼻高いでしょうやったら分かるやうんうんうんそれ身内やからはい。ね嬉しいよねっていう言うのやったら別ねけど言ってもんでええけどな言ってもんでええけどなうちはねうちお姉ちゃんいてるんですけど年離れてるからあんまりねその比べられるっていうのなくてなるほどなるほどでそうやな私の方が。 その割となんかいろいろチャレンジしたりとかなんでもそのやる方やったからうんうん、うん、アグレッシブなそうそうでもなんかそれをお姉ちゃんがすごい認めてくれてるというかなるほどなるほどそうそう,そうすごいねってことだよねそ<う>素直にそうお姉ちゃんに「まっすー」って言われて「まっすーすごいな」みたいなうん、うん、お姉ちゃん言うてくれるからうん、うん、別にねそうなんかお姉ちゃんも自分を下げてるっていう感じでもない、うん、なるほどなるほど ままああそううですねちんなないな比べられるはやっぱだから同じ業界にいるからならではですよねこれはちょっとね私もまあ親が弟と比べるとか<っ>お姉ちゃんやねんからこうせえみたいなのはもう絶対言わなかったんで、うん、だからでも別に弟なんでね私は <laughs> 年下だからでも男じゃないですかだから例えば走りとかは負ける時期が来るわけよ 走りの速さとか自分のほうがいけど的にそれはなんか負けたくないなって思った時もありましたけどあんねやっぱりそうういの弟になやっぱ3つ下ですからでも同時に何かを初めてやる時って同時なわけやんだから例えばスキーに家族で行きましたとかなるほど自分は初めての年だけど3つ下の年でそれを始めてるわけだからで弟の方がうまかったりするとめっちゃ悔しいみたいなあはあるやん。 って言うまあその兄弟感のねあれはありましたけどでも世間的にどうこう言われてみたいなのはないか、うん、全然ないしもう芸人になってんねんから何言われても知らないやんかでもこれはねあのピアニスミさんはね,んはねあの失礼ですよこれ言ったやつはその人は、ね、人格疑うわその言うてきた人、うん、だからこの人言った人自身がなんかあれなんかなその兄弟に対する何か,かそういうなんかあるんちゃうひか,か,か親にまあ まあねその人のこと知らないですけど弟と比べられたりお姉さんと比べられたりんかそういう経験があって言うちゃったんやろかなよないわこれは流さないと思う本当に間に受けてたらね意味わかんないですねめっちゃ腹立つわんじゃ優秀だかお姉さんもこれまでいろいろとつらい思いさつらないわつらないよな何やねん ねマット外れやわもうね飲み込みましょう私たちもねそんな意味わからんこと言われることよくあるんですけどあれどうしましたか和住さん飲み込みましょう一緒に意味わからんことねね、兄弟絡みじゃないですけどまた別件でね飲み込みましょういいですか具体的に聞こえてきますかいいえ大きなどんぐり飴ぐらい飲み込みにくいですけど飲み込みましょうあれ事故で飲み込んでんねんいいってなんねあれどんぐり飴 頑張ってな。<laughs> 間違えてぐるんってな,なっちゃって。しんどいしんどいしんどい。どいどいありましたけどね、子供の頃。あったあった。きついよな、あれ。でっかいのよ。んー。 席もできへんしどないしょうっていう。そうそうそう。戻すか飲み込み切るか迷うやつ。子供の頃ね、アメちゃんをちょっと早めに飲み込んじゃうみたいになりましたけど、何の話やねんそしてですね、えっと面白いお便りが来ました。太田明弘さんからです。大田明弘。たけちゃん、ますみちゃん、毎日楽しい時間ありがとうございます。はダイエット取締りでかご苦労様です。ご苦労敬ぶ。しばらくありましたね、前ね。 あき、えー、さんはねちょっとぽっちゃりのぽっちゃり系なんよ、ね、だからね自分も人のダイエットは見過ごせません <laughs> おもり無料やおかわり自由でしない人は許せないです <laughs> 何やったら昼ご飯を食べながら夜ご飯を考えたいです世の中みんな痩せすぎてるんと違いますかおもろー昼ご飯食べながら夜ご飯のこと考えたい幸せなんよ いいですねその通りやね大さんいやもう警部そちらの地区はお任せしましたあそうですかはい。どこの支部か知りませんけど警令門ですねいや本当に素晴らしいそのままパトロールよろしくお願いいたします引き続きよろしくお願いします言わてくださいはい面白い <laughs> こういう面白いお便りもお待ちしておりますお待ちしております、はい、それでは皆さんおやすみなさい